ええと、今日は本当にこれまであの非常に刺激的な話をたくさん聞かせていただいてありがとうございます。で、あの否定討論をやるときって、あの普通は前もって何か？あのパワーポイントのスライドの資料とかいうのがあって、それを見ながらあのえ何をえー？ 討論の論点として出すかっていうのを考えるんですが今回は何もないところでやりましたのであの、えー、とミネルヴァの関係の,あのサイトなどを拝見しまして私があの抱いたあのミネルヴァのイメージに基づいて、えー、そこからミネルヴァ大学の試みは日本の大学教育に何を示唆するかということであのちょっと、えー、論を立ててみました。 でえっと、まず最初にあのミネルバー大学はグローバル人材の育成に最適化した大学であるということを、えーまあ、結論的に申し上げたいと思うんですがただこれはあのいろんなウェブサイトをあの拝見したりそれからあの先週ちょうど。えっと 山本さんの1週間以上前です、ね、10日ほど前にあの山本さんのお話を聞く機会もありましたのでその時にあの受けたミネルバ大学のイメージに基づく結論ですでで日本の,あの今日お見えになった方の中にも NHK の,の「クローズアップ現代+」プラスでの,あのミネルバ大学の,あの紹介をご覧になってこられた方も結構いらっしゃると思うんですがその時の紹介の仕方もこういったものだったと思うんですね。 まあ私の思うグローバル人材っていうのは世界中のどこでも誰とでも仕事ができる人っていうまあ簡単な定義です。でまあこれに基づいてどう最適化されているのかということとそれからじゃあ日本の大学教育に何を示唆するのかと、えー、先ほど、えー、とミネルヴァ方式っていうのは絶対にあの日本でも入ってくるべきだし教大はまずそれをやったらどうかっていうのをお話もあったんですが何をじゃあ示唆するのかっていうことを考えてみたいと思います。 でまずどう最適化されているのかっていうことなんですが、えー、と私は最適化の仕方として、まあえー、とミネルヴァというとまずイメージされるのが世界の7都市を移動しながら学習するこれは全くこれまでの大学になかったやり方で非常にこれがまあ印象的なわけですね。 それからあの先ほど山本さんのお話の中にもありましたけれども学習コミュニティ非常に学生の国籍が多様であると国籍のとわざわざ断ったのは実はその学習意欲とか学力といった面では割とあと均一性っていうかなあのこう選ばれた学生が入ってきているからです。 それからそのコミュニティというところであの大学外でも学ぶ機会がたくさん設けられていますので世界各地のコミュニティの人々との,あの触れ合い、まあ、そういったものへの参加ということもあります。でここにちょっと線を引っ張ったのがこの2つの点については非常,非常にあのグローバル人材の養成育成に非常にあの特化した部分だと思うんですね。 でもその他の部分は、えー、かなりあのいろんな大学でも取り入れられるのではないかというふうに思っています。私はこういうふうに2つにこう分けて考えたいんですね。で教授法ということで言いますと、まあ、インタラクティブな授業これも日本ではミネルバーっていうことですぐあのイメージされるのがこのアクティブ・ラーニング・フォーラムですね。 それからあの授業外での経験学習 PBL とかコミュニティベースドラーニングとかインターンシップっていったものが非常に豊富にあの提供されています。でそのあ先ほどあのベイさんの,あの基調講演の中でもありましたように、えっと、基本的なコンセプトを学んでそれをいろんな場面であの。 ファートランスファーの場合もあるしあのニアントランスファーの場合もあるんだけどもいろんな場面で使うことによってそれをあの我が物にしていくっていうここの部分ですねこれ非常に教授法の特徴的な部分だと思いますそれから、えー、とカリキュラムですが私今日伺って非常に印象に残ったのがあの最も特徴的なのはカリキュラムにあるっていうことですね。 でちょっと切れてまして、ね、見づらくて申し訳ないですが、えっと、まず成果純正成,成果外っといったそういったあの活動プログラムがあるということとそれからもう一つはあのファウンデーションからダイレクションフォーカス最後シンセシスっていう、まあ、統合っていうふうに進んでいく、えー、まず基本をちゃんと学んでその後だんだんメジャーをこう決めていって最後はそういったまあ あの非常に統合的な学習をするっていうそういう時間軸ですねこのカリキュラムが非常に構造化されているっていうところがあの最も特徴的だなっていうふうにあの感じましたそれからえと3番目は評価ですけど今日は評価のお話はほとんどなかったんですが非常に多様なパフォーマンス評価が組ままれていますあの授業ではあここはお話があったんですが学習プロセス評価。 教員の評価それからピア評価も入ってますそれからプロジェクトがたくさん組まれてますがそのプロジェクトの評価それから34年生でいわゆるキャップストーンの評価ですねこういったところには学外の方も入ってきて、えー、とステークホルダーが評価をするそれから CLA+ プラスみたいなあのパフォーマンス評価型の標準テストも使ってらっしゃるということをあの伺いました。でこういういうにしてあの えっと、ミネルヴァの方式っていうのは非常にあの一方で何てかすごいイノベーティブイノベーションだって言われるんですが私あのケンロスさんの,あのインタビュー記事を拝見した時にあの決してミネルヴァはイノベーティブではないんだとあのおっしゃってて。えっと これまでの大学の非常に優れた部分を非常にこう凝縮して抽出して凝縮しているようなそういうあの大学なんだっていうことがあの書かれていたんですがそれ非常に印象的で今回改めて整理してみてそういうふうにあの強く感じました。 それともう一つはですね学生が学ぶ場っていうのが大学だけではなくていろんなところに広がっていてただそれをこう自分の中で学習者が自分の中であの構造化していく時のなんていうか一番起点っていうか核になるものとして大学が位置づけられているっていうことです。 でこのハイインパクトプラクティシズっていうのはあの今日あのリ,ベリベラルアーツエデュケーションのことも出てきましたけどもアメリカのあの アメリカのリベラルエデュケーションのさまざまな提案をやっている団体ですけどもここがハイインパクトプラクティシーズっていうことでえっとどういったあの実践が学生の学びと成長に影響を与えるのかっていうことであのピックアップしてるんですがここもう一つずつはあの読んでいきませんけども ここに上がっていることのほとんど全てがミネルバの中では実現されているというふうに思うんですね。 あの日本の大学でも例えばこの中のえっとサービスラーニングに非常に力を入れているとかあるいはえっとライティングコースに力を入れているとかそういったものはあるんですがほとんどの全てをうまく4年間のカリキュラムプログラムの中にあの構造化して取り入れているというのが非常にあのミネルヴァの特徴的な部分だというふうに思います。 もう一つラーニングエコシステムということですけれどもこれは以前このバーでやったシンポジウムでオーストラリアのフィルプ・ロングさんをお招きしてシンポジウムをやったことがあったんですがその時にロングさんが使われたちょっとパワーポイントの中からお借りしたものなんですが学習者がこういった真ん中にいてその周りにいろんなツールがあってそしてその周りにまたアクティビティがあってラーニングはどこでも 起きうるとで,でそこに、まあ、ユニバーシティが入ってるただここに置かれてるってことはユニバーシティがその核となるその学習者がこういうさまざまなところで学び起こしていく時の核になるっていうことでこのユニバーシティがここに位置づけられてるんだと思いますがあのこれまで大学で学ぶっていうことは考えられていましたけど大学がさまざまなところで学習者が学べるようにしていく。 そういうあの組織であるべきだっていうことを、このあの図は物語っているというふうに思います。でまさにミネルバもそういったものとして、あの位置づけられているっていうところが、あのもう一つの大きな特徴ではないかと思います。で。 でまあ、こういった形で私なりの,あのミネルバの教育の特徴をあの整理した上でです、ね、日本の大学教育にミネルヴァが何を示唆するかということを考えているみたいんですがまず1つはミネルヴァ式教育というのが日本の大学でも可能かということです。で先ほどあの こう線引きをしましたけれどもあの上の2点ですね学習環境世界7都市を移動しながら学習するとかあの学生の多様性これだけのさまざまな国からの学生をあの呼び入れるとかいったようなことはなかなかあのそのまま取り入れるのは難しいんですがそれ以外のところでは一定の汎用性があるし日本の大学でも取り入れられるのではないかなっていうふうに思います。 で例えばこれはあのちょっと大学生アンダーグラジュエットの,あの大学教育ではないんですが、えっと、今日あの会場にもお見えになってるんですが、えっと、京都大学の医学教育国際化推進センターで行われている実,実践なんですが、えー、現場で働く指導医のための医学教育学プログラムというのを、えっと、今3年目ですかね あのおやりになってます。指導医というのはあの自分はえっと病院で仕事をしながら、えー、臨床実習に来られたあ学生さんとか研修医を指導するそういうお医者さんです。でこれのプログラムに私もちょっと一部だけこわ えっていただいてるんですけども、四、えっと、日間、あの宿泊・宿型の参加体験型授業と、月二回のウェブ討論型授業をやっています。でその一年間、合計百二十時間。もう先生、あのお医者さんですので、普通の仕事をしながら、これだけのプログラムをこなしておられて、本当に頭が下がるんですが、このプログラムっていうのは、この成果。 非常にちょっとミネルバと似てますしそことその病院での実際の実践ですねそれを結びつけてやるということでこの「Learn と Apply」っていうのをうまく結び,つけて、えー、結びつけられているってことでも非常にミネルバと似てると思います。 でこれが実際の画面でウェブ討論型授業ついこの間1週間ぐらい前にやった授業で私もここにちょっといるんですがもう本当に全国に散らばっておられるあの先生方これ時時かから10時でしたかね夜の8時から10時でやったんですがこういった形でウェブ討論型の授業をやっています。 で、こういうのを見ましても、あこれだったら日本の大学でも取り入れられるかもしれません。ただ、今のところはかなりあのちょっと消えますが、このウェルプ討論型授業っていうのは10人名の受講生をまあ、6名ずつのグループに分けてで教員が2人ついて、そこにまたテクニカルスタッフもついてって、かなりあのすごくあのリソースをかけてやっています。まあ、これがもう少しこう。軽いのリソースでやれるようになるとあの。 使えるんじゃないかなというふうに思います。もう一つですね、今は可能かどうかをお話したんですが、えっと、行うべきかどうか、シュットってことについて考えてみたいと思います。シュット、ノートってことに考えてみたいと思いますね。えー、ミネルバ大学っていうのは、新しいタイプのリベラル・エデュケーションを提案してるんだと思うんですね。で特に一年生のところでは、汎用的スキルを重視しておられます。 えこの4つのスキル、大きくはパーソナルスキルズとインターパーソナルスキルズにえ分けられています。で、じゃあミネル、まあ今日は本当にミネルバ式のいいところばっかり出たので、これ弱点なのかどうなのかわからないんですが、えっとちょっとあの確かめてみたいと思った点です。えっと分野固有の知識やスキル。 といいいうううううののがどういうふうに教えられているのかっていうことですね、えー、分野固有の知識やスキルもあのとてもやっぱり大学教育の中では重要で特に理系ではあのとても重要です。えー、まあ,あのこれは大学教員がそれを重視するのは当然なんですが雇用主も、えー、特に理系についてはそこを重視しています。もう一つはですね 落ち着いた研究学習環境の中でじっくり腰を落ち着けて学ぶことっていうのも一方ですごく価値があるんじゃないかっていうふうに思うんですね特に例えば理系などで実験などをたくさんやるあるいは臨床あ、まあ、実習などをたくさんやるっていった場合にこうずっと移動しながらっていうのはあのそ,うその環境に馴染むまでの時間とか負荷を考えると逆にこういったあの 落ち着いた環境の中で一つのところにあの腰を落ち着けて学ぶことも意味があるのではないかというふうにも思います。でこれはグローバル人材の育成っていうことを考えない場合にはこういった学習環境も考えられているのではないかというふうに思うわけです。でこれあの先ほど言いました雇用主からの期待ということで日本の場合ですねこれあの白い方が文系 です。あの人文あのヒューマニティーズとかソーシャルサイエンスですね。こちらがまあナチュラルさんやあのステム関係のあの雇用を考えている企業からの期待なんですけれども、例えば専門分野の知識を身につけるってことで言います。と、理系の方は非常にあの期待が高いです。大学に対する期待としてこういうものが高いです。それから、あの。 専門分野に関連する多領域の基礎知識を身につけるっていうのも理系の方は非常に高いです一方であの文系の方はこう論理的思考力力課題解決能力を身につけるっていってたようなことですね、えー、その自社会とのつながりを理解させるとかいったようなことチームワークとかそういったものが非常に重視されていますつまりこの えっと文系と理系の違いっていうのを、あのやっぱ考慮しなければいけないのではないかというふうに思います。同じくこれは a n c u のやっぱりあの雇用主への調査の結果をまとめたものなんですけれども、まあ多くのえっとエンプロイアーズはそのスペシフィックのある位置とブロードレイジオブスケールズのまあ両方が重要であると必要であるということを言っているっていうまあ、そういうふうな結果が出ています。 であのまあ、先ほどのベイさんの基調講演を伺っていると非常にそのファウンデーショナルコンセプトというのが重要だということをものすごく今日強調されたと思うんですねそれは私にとっては意外でそのミネルヴァというのはやっぱり先ほど言いましたようにこう世界の7都市であの非常にあの多国籍の学生と一緒に学んでいくあのアクティブ・ラーニングというようなことが強調されているのでその実際にどういう知識とかコンセプトというのを学生に身につけさせているのかっていう そこに私はすごく関心があってでもそこのところは見れる場を紹介する時にはあんまりこれまで強調されてこなかったところなんですねそこの部分を今日すごく強調されたので私にとってはあのとても新しい発見だったんですがその辺りのことについてまた後ほど是非ご意見伺えればなと思いますけど、まあ、これはまあご存知かと思いますけどもセンターフォーカリキュラムリーディ デザインっていう、えっと、ボストンにある研究所が出している世紀型コンンピテンシーの,あのモデル図ですでこれは日本の,あの学習指導要領ナショナルコースオブスタディにも非常に今影響を与えているものなんですがこのまずスキル図ですねここの4つの 4C って言われるようなスキルこれはミネルバーの先ほど挙げた4つのスキルに対応していると思います。で それからこのキャラクターにあたるような例えばレジリアンスだとかリーダーシップだとかエスティックスだとかそういったところもこの経験学習の中で身につけさせられると思うんですね。で一番私伺いたいのはここのところなんですね。分野固有の知識やスキル先ほどおっしゃってたようなファウンデーショナルコンセプトといったものが実際にそのメジャーとかコンセントレーションの中でですねどういうふうに獲得されていくのかそしてこういったものが一体として身につけられていくのかっていうことをぜひあの 伺いたいいたなと思いますで最後も、まあ、すいませんだいぶちょっと時間が長化してますがまとめとして、まあ、あのミネルバ大学はグローバル人材の育成に最適化した大学だとあの思うのですがその最適化っていう時に、えっと、グローバル人材育成のための学習環境学習コミュニティを設定して とという部分とハイインパクトプラクティシズを具体化し大学を、まあ、ラーニングエコシステムの一部にしたっていう部分この2つを分けて考えることによってよりどういうあの広く、えー、その応用できるかどうかっていうのが見えてくるのではないかというふうに思います。 で日本の大学教育に何を示唆するかということですけれども1の部分はこのグローバル人材育成をやりたいと思っている大学にはあのヒントを与えると思うんですね。でこの2の部分それは必ずしもグローバル人材育成に限定されない部分で一定の汎用性があってさまざまな形で先ほど言いましたようなもうすでにあの仕事に就いている人も含めてですね、えー、応用可能なのではないかなというふうに思います。えーまあ、私の,あの、えーと

I know for you, from Minerva. It's it's a great question about the uh, uh, the subject matter, uh, and and we speak about it less than we speak about the uh, the core first year curriculum uh, because it's a little bit less different. Uh, it's not as radical. As, as what we do in the first year, uh, which is very different from other universities. Um, but it does have a few differences and and it's important to, to stress. So um, the the idea of transfer and application is also the same perspective when we get into subject matter course. So in the second, third, and fourth year, students go into subject level, Courses and that's what they they study in their major and concentration the big difference uh, Comes along two areas. The first one is that we don't uh, we, we use open educational resources to do the very low-level basic courses. So for example um, The first science course that you take at Minerva is effectively organic chemistry whereas in a traditional uh, university you would take two semesters of biology two semesters of chemistry two semesters of physics two semesters of calculus um, but again you can read the book you can watch a mooc uh, you don't need to pay us to read the book out loud to you um, and so we we get Really, to the point where there are questions that uh, and, and advanced applications of what it is that uh, you need to know in in the high level uh, it's very advanced level knowledge rather than repeating the basic courses that in any university you effectively get from distance education because you go to a three hundred person lecture which you don't really learn much in any way. So, our students are required to learn those core concepts before they take the advanced classes that we offer. The second element is we use the same core ideas of application of knowledge from a cross disciplinary perspective. And, and this is incredibly important, especially in science. So, to put some perspective on it, my, my father. Uh, who is almost 80 years old, um, will be 80 years old at the end of this year, is a very, very prominent scientist and university professor. Uh, and he's still active, he's on the bench six days a week, uh, working harder than most scientists half his age. Um, now, today, he's in structural biology. Uh, but before he was a structural biologist, he was a molecular biologist. And before he was a molecular biologist, he was a bio uh, a biochemist um, and in each one of these fields, and within them, in many different subfields, he contributed seminal discoveries in each one of those areas, and which is something that scientists today almost never do. but scientists of his generation have maybe not as prolific as, as he is, but have had Big contributions, and I won't—I'll spare the translators. I won't say all of the scientific terms of, of what he's contributed, um, but uh, uh, but the reason that he was able to do this is that he was—he's able to apply foundational concepts in science more broadly. So, as an example of what. Today scientists don't do, and he's he's at a very very prominent, very prestigious university in Israel. Um, and a, a few years ago, um, two PhD students came to my father and asked uh, for him to review the uh, their uh, their thesis, um, and and their experimental design. He's among other things an expert in bioenergetics, and so they asked him to look at their idea. And their idea has been they've been working on for a year and has been supervised by a full faculty member at the university. And my father looked at their research and within 5 minutes said, "Well, if your hypothesis is correct, you would therefore disprove Newton's second law." Which seems unlikely. And, they, and the students responded to him, this PhD students, not undergraduate, not master students, people getting their PhD, supervised by a faculty member, said, So what? Which means they didn't understand Newton's second law. Okay. Now, we learn Newton's laws in high school, but we don't understand them. We don't understand the applications of them. And so for us, foundational concepts are crucial. Not just because it's important to be able to take courses and check boxes, but that deep field understanding, especially as it relates to adjacent fields, is crucial for any kind of subject based domain. So we take the same approach for general education, also to field specific education, which is why we believe that our concentrations are. Uh, also, an advancement in in the way that we do subject matter education. I was going to say, talk a little bit about lab just specifically about how, how labs go go. Um, thank you. Uh, usually, it, uh, I usually am a bit more talkative. It's, it's great today that I I don't have to be that talkative. Um, so, just to to follow on that a little bit, I wanted to speak specifically about. How Minerva actually uh, uh, does laboratory science uh, globally, because that may be a follow-on question. And that's something that Masashita uh, since they actually mentioned about. Um, first of all, as Ben said, certainly the learning and the application of uh, habits of mind, fundamental concepts, um, uh, both in and of themselves, and how they relate to content matter, uh, uh, um, content matter. These things aren't aren't mutually exclusive. I think is the sort of point that Ben was actually making. Uh, whereas you know. Most traditional universities deal only in content dissemination. Uh, we deal in content, not dissemination of content, certainly analysis of content, but then layered on top of that or integrated in that in the scaffolded uh, experience are the habits of mind and foundational concepts. So it's Minerva, it's, it's not either or, it's actually both, which is one of the contributing factors to why a Minerva education is so hard, <laughs> why it takes so much time and, and brain power. Uh, but uh, to uh, another, another question you had is okay, uh, you know, as students travel around the world, right, how do they actually, how can they actually experience or have uh, significant or meaningful uh, scientific uh, uh, experiences, right? Experiences in labs. So, uh, and this is interesting because, uh, as we all know, certainly the places where Minerva students actually live in part of their, their, their four years, so cities like London, cities like San Francisco, Berlin, Buenos Aires. One of the things uh, that these cities do not lack, that they have in abundance, are resources. Resources of all kinds. Not only scientific resources, resources of many kinds. They have sports facilities resources, right? which are usually things that are oftentimes uh, owned and operated by the university, but actually which exist in community. And uh, the way uh, Minerva students use the cities as their campuses, we actually use these in a very, very different way, in that we don't have our own. And the same thing actually holds true with. Laboratory facilities with well, scientific facilities, right? At least for those students who actually are engaged in scientific uh, activities. Right? Uh, so what happens is Minerva students actually travel around the world during the term, term time, but also during summer holidays, summer vacations. Right? Minerva students, right, those interested in, in in sciences, actually have oftentimes uh, with the help and the support of, of, of us, the cu we, we help curate these experiences have meaningful and significant uh, scientific experiences in best-in-class facilities in best-in-class laboratories that already exist in the communities now these laboratories may exist in other institutions of, of higher learning they may exist in other universities in other schools these laboratories could actually be laboratories of companies for-profit nonprofit companies government uh, laboratories i can think of some simple instances in the united states um, Santa Fe Institute, right? uh, uh, probably the most prominent, certainly the most prominent uh, research institute focused on complex systems in the United States, Who, um, where a number of our Minerva students uh, have, have done work in the past, or places even closer to our base in the United States, uh, in San Francisco or in the Bay Area. Right? So, this is something to, uh, important to, to keep in mind. And also, then to layer this a little bit further, think of it at an even deeper level. Think of this in the context of far transfer of what we talked a bit about today, right? And Yamamoto-san mentioned Ben talked talked at length, and one of the reasons why we actually want students, say if it's actually students who are engaged in scientific pursuits, not just to experience maybe one laboratory right in four years, but to actually experience multiple laboratories again has a little bit to do has a bit to do with with, with far transfer, and that's by design, right? It's intentional. Everything that Minerva does is intentional. Because if you consider that we want Minerva students to far transfer these habits of mind, these foundational concepts across multiple disciplines during their four years, we also further contextualize that, right? If you look at it maybe on an XY axis, you have disciplinary uh, differences. You also have geographic or cultural differences, which adds a further layer of contextualization, a further layer of Complexity into everything we do. And that's part of it as well.